アロン・ジョン・ベインズはニュージーランド・ギズ・ボーン出身のオーストラリア国籍のプロバスケットボール選手。NBA のトロントラプターズ所属。ポジションはセンター。211センチメートル、118キログラム。10代半ばまでラグビーをしていたが、TV でティム・ダンカンのプレーを見て、感銘を受け、バスケットボールを始め、その時点ではショットすらまともにできなかったものの、 ダンカンの動きを真似できるよう練習をしていた。その後、オーストラリア国立スポーツ研究所を経て、2005年から2009年まで、ワシントン州立大学でプレーした。卒業後、ドラフト指名が得られず、リトアニアの BC レエトゥボス・リータスで、プロプレイヤーとなった。その後、ユーロリーグなどを渡り歩き、2013年1月にサン、サイアントニオスパーズと契約し、NBA プレイヤーとなった。 2014年、優勝トロフィーツアー中のアロン・ベインズと、パティ・ミルズ・サン・アントニオ・スパーズ2012から2013、シーズン途中の2013年1月に、サン・アントニオ・スパーズと2年契約を交わし、NBA のキャリアをスタートさせた。2戦目のシャーロット・ボブ・キャッツ戦で7得点。 急リバウンドの成績を残したが、その後数回 D リーグのオースティントロスにアサインされ、ローテーションプレイヤーへの定着はできなかった。プレーオフキャリア初となる、ロサンゼルスレイカーズ戦で、ドワイトハワードをディフェンスし、勝利に貢献した。2013から2014シーズンは、レギュラーシーズン53試合、ポストシーズン14試合に出場し、同じオーストラリア出身のパティミルズと共に、 自身初のチャンピオンリングを手にした。2014から2015シーズン前に制限付きの FA となったが、6月にスパーズのクオリファイングオファーを受け、一数年契約を結び残留した。開幕からピックロールやミドルレンジでのショットに改善の後を見せ、11月6日のヒューストンロケッツ戦でキャリアハイの12リバウンド、12得点のダブルダブル。 12月20日のダラスマーベリックス戦でキャリアハイの16得点を記録し、控えセンターに定着した。4月1日のオーランドマジック戦でベンチスタートであったが、キャリアハイを18得点に伸ばした。デトロイトピストンズ2015年7月2日、デトロイトピストンズと3年契約を結んだ。ボストンセルティックス2010、フェニックスサンズ2019年7月6日、 タイジェロームの交渉権と交換でフェニックスサンズにトレードされた。ニュージーランド出身だがパティ・ミルズやアンドリュー・ボーガットと同じくオーストラリア代表メンバーであり2012年オリンピックに関しても同国代表メンバーで出場した。ちなみに代表チームのヘッドコーチは当時サンアントニオスパーズのアシスタントコーチだったブレッドブラウンが務めた。巨体の割に フットワークが軽く、走力もあるのでスクリーン、リバウンドなどのチームプレーに対応が可能だが、攻撃面では成長過程である。フリースロー成功率は8割以上。ありがとうございます。